速報、古巣復帰のラモス、入団セレモニーでかっこよすぎる男泣き。Está superando incluso la emoción a Sergio Ramos.過去に一部サポーターに対して挑発的なパフォーマンスを行ったことを改めて謝罪しつつ、次のように語っている。このクラブへの復帰はとても感情的な話だった。家に戻って自分が選手として生まれた場所でサイクルを終える。僕は死ぬ前に自分の心のクラブと何かを勝ち取りたかったんだ。自分の最高のレベルを引き出してチームに貢献できたらと思う。マジでかっこいいかよラモス。セリフィスタ最高やな。セルヒオラモスも気分よく試合できるな。多くのレジェンド選手はこうなるべきだ。マッチデイとかじゃなくてこれだよね。ラモスの話聞いてこっちまで泣けてくる。頑張れラモスを。またラリーガで見られるの幸せすぎる。サウジマネーを捨てて、古巣復帰かっこいい。プエルタのこと話してくれてるの本当に涙が出るよ。美しすぎるサッカー人生。心配してたけどめっちゃ歓迎されてて安心した。マジでタイトル取ってくれ。